どうも、パイナップルの中の人です。今回はね、ハウハルがとっても好きなアニメ、ソードアートオンラインのフェイタルバレットをプレイしていこうと思います。よし、やっていこうと思う。性別を選択してください。どうする？どうしようかな。女の子もいいけど、男の子もええよな。もう女の子でいくか。おー、選べるんだ。顔の系統が選べます。あー、どうしよう、かわいい。どうしようかな、これ。髪型きました。あ、これアスナじゃん。アスナじゃんね、これ。これシノンやん。これ、リーファー？あ、これあれじゃないの？なんだっけ、ユイちゃん。ユイちゃんや。ユイちゃん、かわいいやん。これは、なんだっけ、リズか。これ、セリカ？ステリカ？あ、ユウキ。これ誰？誰これ？誰？こんなやついたっけ？保存してキャラクター作成を終了します。OK です。プレイヤーネーム、ハウハルでしょ。ハウハルでよろしいですか？はい、いいですよ。こういうなんか待ち時間、絶対なんかちょっとワンポイントアドバイスみたいなの出るよね。始まったぞ！あー、すごい！ガンキールオンラインだ！やっと始まった。キャラエディット30分かかったわ。これ何？ハウハル？あ、ハウハルや！ジョーカーつけとる。つけた覚えないんだけど。めっちゃ可愛くない？やばいんだけど。いや、萌え。萌え。あ、シノンさんじゃないの？シノンさんいらっしゃったよ、今。あ、すごい、壮大な物語始まる。このね、ストーリー系でちょっと初めて実況するからね、とても楽しみ。もうずっとやってなかったからね。あ、嬉しそう。ハウハルも嬉しいぞ。お待たせ。誰アスナ？イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。誰だろう？何この間。ちゃんとログインできたみたいね。待ってないぞ。あ、なんか回答できるんだ。そう、君誰？あたしよ、あたし。わからないの？可憐で優しいあんたの幼なじみ。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。クレハさんね。あんたは相変わらずね。雰囲気ですぐに分かったわ。雰囲気美しいだろ。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはお人よしな感じかな。そういう設定なんだな。突然呼び出したのに初めての VRMMO に来てくれるレベルのだから、ありがとね。さあ行くわよ、大会が始まるわ。大会始まんの？そういえば GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？私がいろいろと教えてあげるね。頼むぞクレハ。ありがとう。数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるわよね。知らない。一人の若き天才茅場明彦が生み出した夢の新世代ゲームハード、ナーブギア。知ってるぞそれ。そして VRMMO 仮想大規模オンラインゲーム、ソードアートオンライン。知ってる。多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかったんだよね。そういう設定なのか。でもそれは正解だったと思う。正式サービス開始日に茅場明彦はプレイヤー約1万人を SAO に閉じ込めて、 HP がゼロになればプレイヤーの命が奪われるデスゲームを始めたのだから。いや、めっちゃいいアニメだったよ本当に。プレイヤーたちは協力して全100層からなるアインクラッドを攻略し、現実世界に帰還したけど、犠牲者の数も数千人と聞いているわ。壮絶だったよね。 SAO 事件の影響は大きかったけど、 VR ゲームの火が消えることはなかった。安全性を確保されたナーブギアの後継機アミスフィアのおかげね。ナイス。妖精たちが空を舞う ALO アルブヘイムオンライン、SAO サーバーを元に立ち上がった新たな進撃の巨人っぽくないこれ。ソードアートオリジン、ウォールマリアやん。そして何者かによって VRMMO 開発支援パッケージザ・シードが無償配布されたのをきっかけに、さらにたくさんの VR ゲームが生まれているわ。ここガンゲイルオンライン GGO もその一つよ。簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤーが集まっているわ。ゲームコイン現実還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。何？任せろ。まあ、あまり堅苦しく考えなくていいから。今 GGO は大型アップデートが実施されて大盛り上がりなの。楽しそうやないか。あんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。なんやて。つまり1位にならなくてもという。ちょっと待って、どうしよう。ごめん、あんま聞いてなかった。なぜまであんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに。1位にならなくてもチャンスがあると。なんだその姿勢は。こっちだろ。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。プライスレスな方向で。なんだそれ、金くれ。それに、初心者でもあんたならいい線いくんじゃない？あんたのゲームセンスは信用できるわ。頑張って私のためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。お、期待されてるぞ。GGO のニューピーあ、ニュービーか。うん、ちょっとびっくりしたわ。ニューピーって何やって思った。うわ、いつきさんだ。あの人も大会に参加するのかな。いつきさん、そんな不思議そうな顔しないでよ。悪そうな顔してる。悪そう。あそこにいる人アイドルみたいな。もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいいし、ファンの子も結構いるみたいだけど。あの人は GGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。彼が率いるスコードロン、アルファルドは強くて有名よ。な、スコードロンっていわゆるギルドみたいなものね。あれもギルド入りたい。いや、君たちも大会に参加するの？はい、そうです。はい。クレハ君だよね。噂は聞いているよ。お、よかったやんけ。あちこちのスコードロンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。あ、なんかできるキャラやん。ありがとうございます。そこの君は初期装備みたいだけど、もしかしてニュービー？なめんなよ、ニュービーだ。私の幼なじみなんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。やばい、口説かれている。はじめまして、僕はいつき。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。ではお先に失礼。また会おうな。いつきさんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。君結構強そうだよね、ハーハルのあの幼なじみ。準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに入って、大会の会場となるダンジョンに転送されるわ。もう始まるんか。ワクワクすっぞ。なにちょっと待って。なんか突然なにちょっと待って、バトルチュートリアルをクリアする。一応戦闘の基本を教えておくわね。教えてくれ。大丈夫、あんただったらすぐになれるわよ。ダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。どうハーハルのジャンプ。ハーハルのジャンプどうですか？なんてですか？エネミーがいるわね。とりあえず。わ、結構いるやん。ちょっと待って。倒してみて。あ、どうですか？ちょっと。あ、いいじゃん。デッド、死んだぞ。オッケーオッケー、デッド。ちょっと、あ、素晴らしい。あ、なんかこの敵優しい。さすがチュートリアル。終わったぞ。このボックスはバレットボックス。ここでその調子よ。拾ったん。ちょっとリロードしよう、リロード。お、ナイス、かっこいい。いちいちかっこいい。はい、次。ちょ、置いてくぞ、クレハ。ハハレちょっと今楽しいから。エネミーと戦って実際に体験して待って、おばあちゃんみたいな動きになっちゃった。おい、来いよ。ハーハルが殺すぞ、先に。行くわよ。お願いします。ちょっと殺してしまった。トレジャーボックスってトラップが仕掛けられてるのも。それじゃ階段を上がって先に進みましょう。積極的に開けるんだって、トレジャーボックスは。あの扉、いかにもって感じよね。いかにもって感じなん？開けてみたらどう？押す。どうですか？何してんだろう。自分だけ回復してた、こいつ。よく注意して行動した方がいいわよ。あ、注意された。行っていいですか？ちょっと好奇心旺盛なんで。私が教えられるのはこれくらいかな。GGO の基本的な戦闘は大体分かったでしょ。あとは実戦で自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。了解しました。さあこれからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。よし行こう。あれ君たちは